原健三郎は、日本の海軍軍人。最終階級は、海軍中将。バタビア沖海戦士機関。1887年7月15日、東京で、坪井渡さん海軍中将の三男として生まれる。兄に、坪井久八郎がいる。後に、父、坪井渡さんの兄で、叔父の原敏則の養子となる。1909年11月。 海軍兵学校を卒業し、1911年2月に海軍少尉任官。海軍法術学校普通科、海軍水雷学校普通科で学ぶ。1920年1月、呉海兵団分隊長に就任。以後、響き区畜官長、軍事参議官副官、元水副官、軍事参議官副官などを歴任。1922年12月、海軍少佐に昇進。 横須賀陳府付,付を経て、1923年3月、第18駆逐艦偽装委員長となる。以後、同艦長、第1号駆逐艦、第7号駆逐艦の各駆逐艦長を務めた。1927年12月、海軍中佐に進級し、第3号駆逐艦,艦艦長に就任。以後、第23号駆逐艦、第9号駆逐艦兼、第5号駆逐艦、 第27号駆逐艦の各駆逐艦長などを歴任。1928年12月から約1年間、水雷学校で特殊科学生として学んだ。1929年11月、磯波駆逐艦長に就任。以後、第6総海隊司令、第1駆逐隊司令、第30駆逐隊司令を経て、1933年11月、海軍大佐に昇進し、 第十九畜隊司令に着任。1934年11月、神通艦長に転じ、以後、高尾艦長、県、伊津艦長、呉れ勤務部長、第一校務部長、県滋が方面艦隊司令部付け、県上海航路部長を務めた。1939年11月、海軍省省に進級し、横須賀防備船隊司令官となった。 1940年10月、舞鶴鎮守ツ付に転じた。1941年11月、第五水雷戦隊司令官に就任し、12月に太平洋戦争を迎えた。マレー作戦二従軍。2月28日からのバタビア沖海戦で、第三護衛隊指揮官として指揮し、従順、軽順の撃沈を含む戦果を挙げた。この海戦で日本は、 総海底や輸送船に被害を出した。これは魚雷の性能、車線などから指揮下の第7戦隊によるものであることは明らかだったが、一般には敵魚雷艇による被害と信じられていた。これは海軍側の謝罪に対し、この被害で救命胴衣で約3時間を泳ぐことにもなった今村人志陸軍中将が心よく了承し、 事実を公にしなかったためである1942年3月、第16戦隊司令官に就任。4月24日、小寸田列島官邸作戦が発令され、この作戦の部隊として、原を指揮官とした S 攻略部隊が編成される。5月7日、原は、スラバヤにおいて、機密東院部隊 S 攻略部隊命令作、第1号を発令し、ほとんど抵抗を受けず、 予定より早く占領、総統が済み、25日に S 攻略部隊の編成は解かれた。1942年10月、横須賀陳府出資となる。同年11月、海軍中将に進み、1942年11月から1944年1月まで、旅順方面特別根拠地帯司令官を務めた。軍令部出資を経て、1944年3月に、 対名、ご呼び役編入となった。ありがとうございます。